しい楽しい感謝マッサージ師全米ヨガインストラクターの癒しおふじです。僕が読んだ3000冊の本の中から健康に役立つ本をご紹介します。今日は長田和美著、実年齢を信じられないほど綺麗な人になる方法です。では行ってみましょう。本書の結論、体が喜ぶ食事とストレッチと継続が大事。では補足説明します。まずエイジングケアで大切なこと3つ。明るい心と美しい仕草。2、美しくなるための食事法。3、体を適度に動かすストレッチ。では続いて、美しくなるための食事のルールです。出汁は自然のものから、野菜はバランスをとって、海藻も忘れずに、ビタミン豊富な種や木の実をとって、ごまを食べ、胃腸のために梅干しをとる。逆に避けたいもの。白砂糖は血液を酸性にするから避ける。成分が変質している油は避ける。続いてストレッチのルールです。無理をしない。意識を集中する。一つずつ丁寧に、毎日少しずつ続ける。呼吸を止めない。それでは本書をまとめます。本書を貫くメッセージは次の通り。生きることを楽しむ。考え方一つで心は変わる。自分自身を認め、褒め、好きになる。比較することをやめ、違いを素直に受け入れる。これらはヨガの基本原則そのままです。ヨガをやると体も心も若返ります。実践が大事ですので、この本を参考に皆様も自分の体で実験してみてください。ではまた。バイバーイ。